こんにちは、蕨市出身の松井咲子です。現在埼玉県では20代30代の若い方の感染が増えています。若い皆さんは新型コロナウイルスに感染しても比較的症状が軽い方が多く、感染の自覚がないまま多くの方にウイルスを移してしまう危険があります。そこで私から皆さんに3つのお願いがあります。まず1つ目、感染防止対策が十分に取られていないお店や施設の利用を避けてください。2つ目、国や埼玉県の接触確認アプリのご活用をお願いします。そして3つ目、体調が悪いときは外出を控えましょう。心配な際は県民サポートセンターに相談してください。検査を受けて感染が分かったら保健所の指示に従い、病院やホテルでしっかり療養をお願いします。皆さんの周囲には重症化しやすい高齢の方や基礎疾患をお持ちの方もいらっしゃいます。愛する人や家族の命を守るため、どうぞご協力よろしくお願いします。以上、松井咲子でした。